どうもー、鬼滅の刃面白い。ハロー、西です。いや、面白いですよ、あれ。知ってますか？俺が教えたんだろ。そうか。なんであんな面白いアニメを教えてくれなかったんですか、今まで。いやいやいや、うん、遅いよ、遅い。遅いんですね。うん、流行ってるんですね、あれね。流行ってる。いや、面白いね。うん。はい。はい。まあ、それはいいんですよ。うん。はい。僕ね、もうほんと負け続きですよ。負け続きね。知ってるよ。うん。考えたんですよ。うん。絶対に負けない方法見つけましたよ。何？うん。これも情報教材して売ろうかなと思ってます。はいはいはい。はい。今日やってみます。絶対負けないんで。何？行かなければいいです。確かにね。勝ちもねえけどな。負けもねえけど。うん。平和的解決かっつったら怪しいとこだけど。はい。うん。ということで今日は、オフで編集頑張っていきます。はい。そうしましょう。はい。今もう13時半ですよ。何時間寝てるんですか？言ったでしょ、なんか昼まで寝かせろって。いや、12時までに起きてくるのかなと思ったんですけどね。まあ。うん。俺は予想通りだった。いや、予想通りです。はい。じゃあよかったです。うん。まあ行きましょう。こういう日も大事ですね。うん、うん。はい。寝ないとな。寝ないと、うん、ダメです。はい。うん。じゃあ行ってきまーす。はい、行ってきます。自分次第で、どこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも。僕は笑う。この笑顔で、世界を変えてゆくんだ。走れ。笑え。どうもー。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい。やっと負けずに済みました。確かにな。はい。確かに。はい。間違ってはないよ。やっと負けずに済みました。ずっと負けてたんですけど。ね。よかったー。連敗ストップですね、これ、ね。連敗ストップしました。嬉しい。稼働しないだけだけどね。はい。稼働しなければストップしました。ですね。はい。よかったですね。勝ちもねえけどな。よかったよ。はい。うん。まあ、こっからです。はい。こっから、はい。いいリスタートになったと思います。そうね。はい。うん。じゃ何されてましたか？僕はずっとアニメを見てました。あ、そうですか。編集してましたよ。ちゃんと。はい。どっちもいいと思いますよ。なんだよ。どっちもいいんか。はい、君は何してたの？僕は地面に、ね、頭が突っ込むんじゃないかっていうような経験をしてましたね。ちょっと言えないですけど。おやおや。諸事情で言えないですけど。うん、言えませんね。言えないんですけど。ね、うん、大変な大事件になるんじゃないかなっていう経験をしてましたけど。まあね、地面に穴開いたら大変よね。大変ですよね。うんうん。いやあ、もうかっこいいなと思いましたね、僕自身がね、やっぱりね。うん。それぞれ考え方あるんでね。そうなんです。はい。不真実が分かんない人からすればね、何が起きたんだって話だけども。はい。うん、まあ、本当にいろんな人に支えられ生きてますんで。そうね。はい。まあ頑張っていきたいなと思ってますね。そこ触れないんですね。触れません、それちょっと。オーケー。はい。わかりました。明日は女性がね、ちょっと、もう見てらんないと。はい、ああ、もう見てらんないと、はい、ああ、もう助けに行きましょうよと、うん、言ってくれたんで、はいはい、はい、でもどこも出てくれると思いますんで、そうね、楽しみにしていただけたらと思います。そうっすね、はい、楽しみにしましょう、うんうん、またやつが来るんだろ、やつが、やつって、僕はもう10回ぐらい会ってますけど、あなた2回しか会ってないのに、やつがって言い方やめてくださいよ。ああ、そうでした。いや、なんかね、ありがたい方ですよ。ありがたいよ。ありがたいし、ね、綺麗な方だしね、うん、うん、いいと思うんですけど、うん、もうちょっと酔っ払った姿をちょっと一目見たんですけど、もうなんかイメージ全然変わっちゃったね、僕の中で。ああ、そうですか。舐めてるわけでもない、人に見てるわけでもないけども、あ、この子はこういう子なんだっていうのがよく分かった。あ、そうですか、はい、そんな瞬間でした、ね、はい、でも酔っ払ってる姿と酔っ払ってない姿だったらどっちの方が好きなんですか？うん、酔っ払ってる姿どっちの好きだったんだろうね。うん、だからすごい親近感湧いちゃった。ああ、よかったです。俺の中で勝手に距離が勝手にこう縮まったから、うん、いや強ばんして。あ、そうですか。愛情の裏返しですからね。あ、そういうこと。勘違いしないでください。はいはい、はい、じゃあ明日も頑張ります。はい、頑張ります。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。